2番の三浦は現在6番手になっています。3、4コーナーの中間へ逃げる熊本の新鋭レーサー中山亮太郎、丸林和孝がマーク。4コーナーから直線です。先頭1番車の中山、中山が快調に押し切っています。元のまくり3番手から2番手、あっという間に前に近づいて200を通過、まくり切りました。5番車の滝本幸政、短期のまくりで5番の滝本先行から懸命に1番車の中山亮、2番手ですが5番車の滝本スピードを劣れません。そして2番手1番車の中山です。木谷亮ファン TV、 シートベルト着用サインを点灯させました。お疲れさんです。お疲れさんです。お疲れ様です。行きましょう行きましょう、はい、いざ川崎へ。ダメよそんな。ちょっと腹ごしらえしていきません。腹ごしらえ。あ、どうせミッドナイトだからあれっすもんね。昼ご飯食べて参加しないとダメっすもんね。そうっすね。花がコンビついそうです。6番の森ゆき、そして1番車の大竹の森と、そして大竹の機動力タイプの2人、先に4番手から6番車森が仕掛けますがいっぱいになります。先行4番の桜井、渡辺が2番手、2番の三浦3番手の体勢で、3番車丸林4コーナーから直線です。後位から5番の渡辺が追い込んでくる。この辺テレビでなんかドラマでダンカーさんみたいな、何の役やったかな。なんかやってました。はい、あ、ダンカーさん出てる。30年後ぐらいにはもっと全然変わっちゃってる。株式会社タップ。今日はあの株式会社タップにお邪魔しております。ということで、たけし軍団のダンカンさんの会社で、はい、競輪ファンの皆様、はじめまして、ダンカンです。おー、ね、これあの、たまたまなんですけどね、はい、北谷さんと北谷さん、北谷です。北谷、一緒です。あ、そうです。そう、北谷です。北谷です。と、はい、長山さん、はい、お会いしましてですね、競輪の世界とも我々はあまり関係がないんで、これをあのきっかけにね、はい、なんかいろいろと広げていけばこっちのもんだぞと思いましてね。そうですね。なんか芸人さんとなんか選手がですね、コラボみたいのできたら面白いなって。北井さんはあれなんでしょ、人気あるんでしょ。でも人気があるというか、まあ選手としてはもう下の弱いんですけど、下のクラスなんですけど、まあ、YouTube やってる競輪選手の中では、まあ、一番上という。これは何ですか、はい、シングルマザー子育て選手。これはですね、あの僕がやってるあの競輪ファンのコミュニティがあって、その中 の、 あのメンバーが僕のために作ってくれた横断幕があるんですよね。でそれと一緒のあれなんですよ、ね、シングルマザーの子育て支援っていうのは、はい、僕 の、 あの YouTube の広告収益を使ってあの寄付してるっていうシングルマザーの。ああシングルマザーのじゃあ人に、はい、あの大変だね頑張ってねって近づいて変なことしちゃうわけですよ。そういうことなの。そういうことじゃない。そういうことじゃないんじゃないですか。そういうことなの。専門なのかなと思って。あくまで支援で、あくまで支援で支援をして、ね、支援使用しております、はい、今度ですね、はい、ぜひせっかくお知り合いになったら、はい、なったんですからね、はい、ちょっと競輪場の方をね、我々竹志軍団も行かせていただいて、お二人ちょっとね応援させてもらおうかなと思って。いいですね。じゃあここでちょっとあの
まあ競輪の関係者も多分見てると思うんで、ね、はっきり、はい、あのね教えてくれたんですよ、絶対軍田さんが来るんだったら勝たせますから、あの本当に押し込みますから、その時のサインはこれですからって。やめてください。嘘だったんですか。嘘をつきますよ、ね、競輪選手は首になっちゃいますから。精一杯走ります。逮捕されますから、はい、今ならね、今は冗談ですけどね。はい、でもぜひあの競輪中に来たいですね。そうですね、あのたけし軍団の方たちにね、芸人さんの方たちにあの遊びに来てよってね、あの言ってくれるあの競輪場がありましたら、あの募集しますんで。あ、そうですね、はい、はい、ね、見てる、ね、競輪場の。でも競輪場って行ったことありますけど、実際走ったこともあるんですよ。ああ、よくあれ命がけですよね。命がけですよ、はい、バンクってあれ何度あるんですか。何度ですか。32度です。本当ですか。まあそんなもんですね。競輪場32度、はいはい、そんなもんですね、はい、我々ね、自転車で上がろうとしても10センチ上がれないですからね。上がろうとするとそのままの形でスーッと落ちてきてしまう、はい、それの一番上にこう張って上がって上から見て、そこからまくってもう直角落ちていくようなもんですよ。そうですね、はい、よくやりますね。こける時も直角落ちてくる。あ、長山さんそれ失敗して怪我してたんですね。です、はい、鎖骨の方を折ってしまって。大丈夫ですか。はい、何度か必死に内容してる最中したんですよね、はい、だからあのもうレースの前にいっぱい引っ掛けてやるのやめた方がいい。今コロナでもありますし、も全然ダメです今。それもダメなんですね、はい、厳しい世界ですね。厳しい世界ですね。あの2人の、俺はこういうところを見てほしいってあるんですか。僕はもう YouTube 見てほしい。自分の足や脚力じゃないんですね。あ、僕はあの4コーナーからの直線の伸びをね、あの調子が戻ったら見てもらいたいですね、はい、今はじゃあちょっとスランプ状態。スランプちょっと状態です、はい、今はちょっとあの怪我から、はい、頑張ってる最中ですね。スランプ長くないでしょうね。長いかもわかんないです、ね、長嶋さんの息子の長嶋一茂ね、ドラフト1でヤクルト入ったんですけど、はい、入団した時からスランプが始まって退団するまでずっとスランプでした。最後までそれじゃないですよね。じゃあ我々ももうそれから終始終始よ。じゃあその、はい、ね、直線最後の直線、はい、うん、皆さん注目してくださいね、はい、そして、長山さんを見て、僕ですか。僕はできれば、見ないでほしい。こそこそ走りたいです、もう。二人とも目立たないようにして。ケリン選手ですか。本当にケリン選手ですか。潜りで。結構怪我するもんですか。怪我はしますね。そうですね。僕も骨折で言ったら20回ぐらい骨折してます。20回。何回ぐらい。自分も20回ぐらい落ちてるかもしれないです。あ、そしたら逆にあえてそれをプロレスラーで昔千の傷を持つ男なんていたんですよ、はい、大臣さんで、はい、千回骨折ですよ。そこまではしないですけれども、僕たちのこともそうですけど、ダンカンさんもなんか映画に出られるそうで、ずーっと待ってる、やっぱりケリー選手ってのは物語悪いなと思って言えなかったですか。まあ打ってるからしょうがないかなって。これ10月のですね7日に全国公演です、うん、公開ですけど、田中裕子さんね、主演ですよ、日本アカデミー賞ね、うん、主演女優賞の田中さんと、はい、それをずっとしたい思い続けてる男の役で漁師なんですけどね、はいはいはい、俺がやらせていただきます。おお、素晴らしい。いつから公開ですか。これ10月の7日、今5秒ぐらい前に言ったんだけどね。打ってますからね、バンクが30何度あるから。パンチドランカーですから ね、 ね、落車も100回近く落車してますから、ボクサーの次にね、打ってますから、はい、10月7日だそうです、はい、全国でやるテアトル系ですかね、はい、うん、ぜひご覧いただきたいと思いますけど、はい、まあじゃあこれをきっかけで、うん、そうですね、ぜひ競輪界、いいですか、はい、いいですか、たけし軍団と競輪界の交流が始まるってことで、パイプが、はい、パイプが、はい、嬉しいですね、はい、じゃあ、今日、今日まとめるの、まとめるの、じゃあ、今日はあのダンカンさん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。国内初のね、競輪コミュニティっていうのね、僕やってますんで、興味のある方は概要欄から覗いてみてください。今日の動画は以上にしたいと思います。ということで、皆さんの車検が的中しますように。いってらっしゃい。